皆さんこんにちは、りょうなりです。今回なんですけど、村井さんにドッキリを仕掛けたいと思います。今回仕掛けるドッキリなんですけど、先日ニコニコマックス村井部の方で韓国に旅ロケに行ってまいりまして、たくさん旅ロケの動画を撮ってきたんですよ。そのたくさん撮った動画データが全部消えちゃったドッキリを村井さんに仕掛けたいと思います。どうやって仕掛けるかというと、まずこの部屋に村井さんを呼び出します。結構会社内で大事なことがあった時ってここに呼び出して話すことが多いんですけど、そんな感じで呼び出します。で、深刻な顔で村井さんに、すいません、韓国旅ロケ行ったじゃないですかと、動画のデータを僕の不手際で全部消してしまいましたと言います。多分村井さん驚くと思うんですけど、徐々に僕がめちゃくちゃなことを言います。話をちょっとずつずらしつつめちゃくちゃなことを言うんで、そしたらその村井さんはどこまで怒らず許してくれるのかと、ドッキリ仕掛けたいと思います。というわけで早速行ってみよう。さあ行くぞ。韓国ロケ行ったじゃないですか。どうした？データが飛んだ？どう飛んだ？どうして消えたの？ PC に取り込んで、PC にカメラから取り込むんですよ。はいはいはい。全部。まあどうしようもないじゃないですか。消えたものはね、韓国に行かなかったことに、行かなかったことにするか、もう一回今から行くか。やばいな。どうしよう。こう途中からうまいこと編集でつないで新大久保をいいじゃんロケに行って、そこから韓国イルフのやらせにするしかないですね。やらせじゃなくて、もういいじゃん、それで。こっからデータがなくなったんで、疑似ロケをお届けしますで、ただ新鮮に全部もう一度、我々も本気でやってますみたいな。いや、でもそれは。いや、嘘をつくんじゃなくて、ありのままの話をした上で、大久保ロケでいいじゃん。いや、でもそれは、やっぱ視聴者が冷めちゃうんで。いや、それはそれで面白いよ、全然。いやでもやっぱ視聴者冷めちゃうんで、そこはこううまいことやっぱ新大久保で、そこを韓国と見せかけてもうなかったことにするみたいな感じしかない、やらせをするしかないですかね。やらせどう思います？やらせじゃなくてありのままを言えばいいじゃん。いやでもそれだとやっぱ視聴者冷めちゃうんで。いや大丈夫でしょ。いや大丈夫でしょ。ちゃんと言えばいいじゃん。なくなったっつって、でちゃんとやりはやったで、ニコ生はあると、あると、ニコ生は存在してると、その上でもう一度新鮮に新大久保でいいじゃん。いやでもやっぱ新大久保でいいじゃん。視聴者が冷めちゃうから。いやでもめちゃくちゃお金かかったロケなのにデータなくしちゃってもやばいっすね。まあ別にない話ではないからね、データが飛ぶっちゅうのは。やべえよ。いやーやっぱ俺クビっすかね。いや別に今初めての話じゃねえじゃねえか。自分土下座してる動画があるじゃん。なくなってしまいましたってなんだっけ。あるじゃん、ほらあん時だよ、あれ、まさにあれ、なんだっけ。いやまあそれは対決の時のどっかの地域のデータなくしたでしょ。それはそれですけど、クビにしてますか。いや、こんなことでクビになるんだったらもっと早くクビになってるんじゃないですか。いや、ガチでこんなことでクビになる会社じゃないでしょ。いや、俺クビになんないですか。いや、なんです。あー、よかった。でもなんか責任取んないといけないですね。だって視聴者さんも楽しみにしてるわけですから。そうですね。やばい、もうだから土下座しますか。土下座久しぶりの土下座しますか。でもまあ視聴者さんにってことだったら、一緒にロケに行ったら村井さんも土下座してほしいですね。うん、するハラミンさんも土下座大丈夫。村井さん一人で土下座してもらって私が一人で土下座すんのかい。いいよ、全然私が一人で土下座。いや顔出すの恥ずかしいんだよ。何がだ今さら。僕が消したじゃないですかデータを。はいはい。こう村井さんが消したってことにしてもらって。私が間違えてなんか消しちゃったみたいな、言ってくれたらもう、言ってくれたらめっちゃ助かりますね。じゃあそれはもう
土下座動画の時に私がそれを言いましょう。あ、もう私が消したと。あの、分かんなくて消したっつって。消しちゃった。じゃあそれに対してこう俺が全く村井さん何やってんだよってツイッターってつぶやいてもいいですかね。どうぞどうぞ。あーよかった。じゃあもう全部許してくれるってことですか。あ、はい、とりあえずこの4日間の日程に関しては全部。じゃあ俺データなくしたけど俺の給料が上がるってこともありますかね。いや、上がらねーだろ。大丈夫だ。というわけで給料上がんねえよ。あ、それかもよ。すごいところに。というわけで、申し訳ございませんでしたね。村井さんがデータを消してしまい大変申し訳ありませんでした。え、待って、本当に消えたの。本当に消えました。あ、本当に消えたのガチで。消えたのガチです。嘘だ。いや、ガチです。嘘だ。消えたのはガチです。嘘だ。いや、本当に。え、ガチで消えたの。ガチで消えました。え、何回も確認するけどガチで消えたの。ガチで。え、嘘だ。え、待って、ガチで消えたの。ガチで消えました。え、ガチで消えました。またまた。いや、本当です。じゃあガチで新大久保ロケだな。嘘でー。嘘かい。嘘かい。土下座する直前だよ、もう。というわけで、先週末僕ら韓国のロケに行ってまいりました。近日ですね、ニコニコマックスのライブで旅ロケ一挙放送ということで、ロケ、ロケ動画、生放送で一挙配信すると思うので、そちらぜひご確認ください。はい、日程決まり次第、村井さんのツイッターで告知すると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、大事な動画データを消してしまったらマックス村井はどうなるのか、結果、まあ優しくむしろ土下座までしてくれるでした。ありがとうございました。上司の仕事というのは謝ることや。当たり前だ。というわけで、さよなら。さよなら。